山岳地や続きですね。山岳地や小宅に入り込む幸運が難しい道にはまり込むのは、これは朽地です。朽地はですね、これはね、ディフィカルグランドですね。そこを通って入り込む道には狭くなっていて、こっちというよりもディフィカルといった方が伝わりやすいね。これ難しいね。そこから戻ろうとすると周りくねって遠回りをせざるを得ず、敵が小勢で味方の対応ができる地形が1エムディングラン。一気に素早く攻めれば生き延びることができるが、迅速に動けなければ全滅する場合が7デスパレートグラン。山林素宅を行き、およそ行きがたきの道になるのを必死とます。回りて入るところのものは狭く、寄りて帰るところのものは意味して、彼かにして、もっと我が衆を打つべきものをかにして、少なく意思となす。ヘムディングラン。よく戦えばすなわち損し、よく戦わざればすなわち滅ぶものを死とます。これはまあこの通りですね。マウンテンフォレスト、山林、マウンテンフォレスト、ラグドスティープス、マッシュス、アンドフェンズ、ソタクっていうのがラグドスティープス、マッシュス、アンドフェンズ、All country that is hard to traverse. This is difficult ground. Hitch. Ground which is reached through narrow gorges. これも知らなかったのね、gorges. And from which we can only retire by tortuous passes.So that the small number of the enemy would suffice to crush a large body of our men. This is Hemding Ground. 1. Ground on which we can only be saved from destruction by fighting without delay is desperate ground. 1. まあこれはこの通りですね。ヒッシュはディフィカルトグラウンド、まあ早く飛び抜けろ、ね、それからあと次のこの ヘムディングラウンドは、これは何だっけな、よく頭を巡らせてストラテジムっていうか、ストラテジムってことを使ってるから、まあ、計算して、要するにその少数でも攻めてこられて非常にやられちゃうんで、通っていいかどうかってよく計算してるんですよ。このヘムディングラウンドを通れって言ってるんですよね。まあ、デスパレートグラウンドはもうその辺まで、まあ、戦うしかないと、その兵士をその気にさせろって言ってるんですよ。だからここでマウンテンフォーレスト、ラグドスティープス、マッシュアンドフェンス、これはだからディフィカルトグラウンド、これは味方も敵もやっぱりこの言葉通りで難しいところなんですね。一方では別のところでですね、こういうふうなこうマッシュアンドフェンスとか、ラグスティープスとか、スパイが隠れてるからね、用心しようとも言ってるんですね。で、サイミンソタクっていうの、だからやっぱり早く通り過ぎろってことですね。次のやつはだから狭くて寄りて帰るところのものは意味して、彼かにしてもっと我が修行するべきものを意思、これはどっちかっていうとよく考えて通れっていうことですね。
辺でいいんですね。で、あとはですね、次はですね、次から今度はどうするかってことを書いてあるんですね。ですから、したがって産地では、兵が逃げ帰ろうとする恐れがあるから、戦ってはならず。逃げ帰る。だから産地っていうのはそういうのですよね。こう、バラバラになっちゃう。だから、境地ではまだ兵が離反する恐れがあり、敵の防御体制を充実しているので、ぐるぐるせずに突破するべき。これは境地っていうのは、多分これ、軽いとこういうふうに書いてあって、軽いですね、やっぱり。上の方は物事バラバラで深んで、3ですね、やっぱり。まとまらない。軽と軽い。これ中国語辞典と一緒ですね。そういうことで、軽地にはすなわち止まることなく、装置にはすなわち攻めることなく、あ、こっちは原文か。こっちかな。まあ同じですね。装置はダッシュするように越したことはないが、先を越された場合には、攻撃してはならず、高地でどこから敵が来るのかわからないので、寸断されないように隊列に感激が生じないようにするべきだ。これなんか日本語の訳もすごく詳しいけど、なんで中国語はこんなに短いのかな。軽地はすなわちとどまることなく、離反する恐れがあるから、ぐずぐずせずとどまることなく、装置にはすなわち攻めること、装置は、攻めてはいけない。要するに、ダッシュするのか仕事はないが、先を越された場合には攻撃したのね。工事はどこから手が来るのかわからない、診断されるように対応。これなんか説明詳しいよね。ちょっと考えすぎかもしれない。高地にはすなわち立つことなく。ということは、高地はどこから敵が来るかわからないので、寸断されないように、これオープングラウンドね。対立に関係を生じないようにするべきだよね。立つことなく、それだね。苦心はすなわち、こう合わせる。苦心はすなわち、こう合わせる。くじってのは三箇所、交わるところでしたよ、確か。くじでは、諸侯と外交をする支持や支援を取り付け。こう合わせて、まあそうですね、外交ですね。重地にはすなわちかすめ。重地って、かすめってのは奪うってことね。重地では敵情を包囲したりせず、挟み撃ちされたり、ね、しばらくするわけ。あ、これ500ですね。重地では敵情を包囲されせず、挟み撃ちされたりしないように素早くするのと違いますね、これ。かすめっていうのは略奪しようってことですよね。皮脂にはすなわち生き、皮脂ではとろとろと時間をかけないように、もう素早く動けってことですね、皮脂。さっき言った皮脂っていうのは、忖度がいろいろあるところですね。位置にはすなわち測り。測りってこれは、位置では敵を欺く策略が必要となる。これ、敵を欺く策略じゃなくて、位置ってのは敵が少数でも攻めてくるとやられちゃうんで、それを気にして、測りっていうんで、ちょっとこれ、ちょっと意味が違うんですね。指示にはすなわち戦う。指示では、非常に数を求めるべく、ひたすら突出であるので、これは正しいですよね。ちょっと、漢文はこれしかないんで、この書いた人いろいろこう意訳して書いたんだけど、一部語訳ですね。英語は何と言ってるかというと、英語の方が簡単で、on dispersing ground, 産地です。therefore, fight not. 戦ったりとか。ファーサイルグラウンド、ケージですね。
hold the knot と読まれることなんですね。contentious ground 装置ですね。アタックノット装置は攻撃してはならない。 on open ground 高地ですね。高地 don't try to block the enemy's way 敵のなんて道をブロックしてはならない。すなわち刺すことになる。これ高地ではどこにちょっとね、これ違うんですよね。あの、高中では、あの、これ違うんですね。なんていうかね、敵の、攻撃の遮りとならないですね。Open ground. Don't try to block the enemy's way. On the ground of intersecting highways. これですか。口ですね。口。Join hands with your allies. 口では諸外国とも支援を取り付け、いいですね。あとは重地、長地。On the serious ground, gathering ground。serious ground。重地では、違いますね、これは。素早くするわけじゃないですね。略奪しですね。重視では、すり抜けじゃないですね、これ。ドロクラ略奪ですね。重視では、なんで翻訳しないのかな。ですね。物を略奪し、それで、in difficult ground、必死ですね。keep steadily on the march。すなわち行き、必死では、まあ、まあ、トロトロで力を変えるように行動し、まあ、ステージリーって何て言ったんだろうな、速やかにかな。しっかりと、着実に、速やかに、行軍するべきである。On hemmed in ground, resort to strategy. あ、これはね、位置では敵を欺き策略をすると、位置では、これはね、敵が、これはね、resort to strategy. あ、これは、敵、
の策略を敵が攻撃してくるかもしれないので、その策略を懸念し、というんですね。そう言われると分かんないですよ、意味がね。それから、死には育つ。死では死中に勝つのを通るべくしたそうだったとか、突然こう戦う。したそうだった。突然戦う。突然打って、戦うか。突撃じゃないですね、戦う。だからちょっとやっぱこのくらいのところの、日本語、英語と3箇所ほど違ってますね。産地にはすなわち戦うことなく、戦わないと。刑事では、リアンス、ぐずぐずせずに。これは、刑事はですね、これは ただ、法と思って、止まるなっていうことしか言ってないけど、兵がね、まとまってないから、突破するじゃないよね。で、総中は、コンテンシャスグラウンドは、これは、攻撃してはならない。総中ね。これは、総中。装置は、だから、コンテンシャルグラウンド、アタックノート。積極的に攻撃してはならない。まあ、そうですね。そうですね。コーチ、コンテンシャスグラウンド。これは、やっぱり誤訳で敵の攻撃を遮ってならない。オープングラウンドですね。オープングラウンド、敵の攻撃を遮ったのはオープングラウンド。これは語学ですね。その口では諸侯と外交を結び支持や支援を取り付ける。口。三方からのね、国が交差しているところですね、口。長地では敵から物を略奪。これは、長地はこれは語学ですね。敵から物を略奪しっていうことですね。すなわちかすめっていうものがある。敵陣深く入って敵の町とか城塞あるところはもう略奪しようと言ってですね、これなら多分日本人はまさかそういうふうに思わなかったんですよね。やっぱ中国的に考えれば敵陣を深く入ってればそこからもう欲しいものを略奪しようと。飛地にはすなわち飛地というのは山林租宅ですね。すなわち木っていうのはぐずぐずしないでってことですね。位置ではすなわち測り。これはもう、語訳ですね。敵が攻撃してくるかもしれないので、その策謀を懸念しっていうことですね。少数で攻めてくれば、位置の場合やられちゃうのね。まあ、位置はその通りですね。まあ、そういうこと。まあ、これ、もう漢文の字が短いんで、僕は意訳すれば意訳できるんですけど、まあ、これはちょっと語訳なかったですね。それからですね、次はですね、次はさらなる教訓編ですね。
昔から戦い上手は敵の前衛と後衛の連携を断ち、大部隊と小部隊が協力し合わないようにし、身分の高い者と低い者が支援し合わないようにし、いわゆる昔のよく兵を用いる者がよく敵陣をして前後愛を呼ばれる、前後、前衛後衛ですね。衆下愛頼まず、衆下、大部隊小部隊、貴賤愛救わず、水の高いの低いのですね、愛救わず、上下愛助けざらしの上下、上官部下が助け合わないように仕向けてですね。敵兵が分散していれば集結しないようにし、卒離れて集まらず、敵兵が分散していれば集結しないようにし、兵合して整わざる、だらしの。兵合して整わざらしの。これは、あれですね、集合したとしても、戦列が整わないように仕向け、戦闘が有利に進められるようにしたものだ。戦闘を有利にする。ようにしたものだとかしらです。で、理に合えばすなわち動き。自分が有利になれば戦い。理に当たればすなわち有利にならなければ戦闘入らず、また来たら。Those who were called skillful leaders of old knew how to drive a wedge between the enemy's front and rear. Wedge, drive a wedge. これも知りませんですね。To prevent cooperation between his large and small divisions. To hinder the good troops from rescuing the bad. The officers from rallying their men. When the enemy's men were united, they managed to keep them in disorder.When it was to their advantage, they made a forward move. When otherwise, they stopped still. まあ、英語も日本語もこの通りですね。ちょっと待ってください。